にちは、キング中村です。今回はですね、ダンベル使って、デッドリフトをご紹介します。動きお見せします。片手でダンベルを持っていただいて、深くお尻下げた状態から真上に向かって体を立てていきます。で、またしゃがみ込んでお尻を深く下げて立てていきます。これの繰り返しですね。お尻の位置が一番低いところから一番高いところ上がっていきましょう。横からもお見せしますね。片手で持ってお尻下げて立つ、お尻下げて立つ、お尻下げて立つ、これの繰り返しになります。はい、でポイントは足の幅ですね。スクワットスタンスって言って肩幅ぐらいに足を置いていただいて、つま先少し外向けた状態で足の幅を取ってください。で、膝の位置が内に入らないように外に向けた状態ですね。で、我慢します。で、そうすると自然とお尻が下がってほしいますので、深くお尻が下がった状態をスタートポジションとして始めてください。で、強く握りましょう。ダンベルを強く握らないと動きがぶれますので、思いっきり握ります。で、背中をですね、ぐっと締めるような力でダンベルをつり上げながら立っていきます。立ち上がりきった時にお尻をギュッと締めて、で背中もギュッと締めてという状態を作りますと、お尻も背中もあと腿の裏も腿周りもほとんど全部働くことになりますね。非常に効率がいい面倒でもあります。で、働く筋肉は今言ったのは全身ですね。大臀筋やハムストリングスや大臀四頭筋や腹筋やあとは僧帽筋や菱形筋やで、足の前にある前傾骨、前骨筋が、あと足の裏にある側手を掴むような